クロスカントリースキーは、スキー競技の一種である。雪上に設営されたコースで、スキーとスキーポールを用い、多様な地形での総合的走力を競う競技スキーで、あり、ノルディックスキーに分類される。スキー本来の用途である雪上での、生活移動手段から、自然発生的に競技となったものであり、全スキー競技の原点といえる種目である。 国際スキー連盟が統括管理する以前から他地域で独自に行われており、その名称は英語のクロスカントリー、ドイツ語のラングラウフ、フランス語のスキーデフォンドなど言語によって異なる意味の名詞が用いられている。全日本スキー連盟ではクロスカントリーで統一しているが、過去には距離と称していた。また一般的にクロスカントリーとは 陸上競技の一種目を指し、それと明確に区別する目的で、スキーで行うクロスカントリーの意味から、スキークロスカントリーと呼ばれることもあり、この場合自転車競技のサイクルクロスカントリー、モーターサイクルスポーツのモーターサイクルクロスカントリーと、並立する故障となる。競技は確定した距離で争われるが、開催地別に大きく異なる、コース地形と雪質。 および時期と天候による雪の状態の違いにより公認される世界記録や大会記録の類は存在しない。オリンピック実施競技である。世界選手権はノルディックスキーとしてオリンピックを挟んだ各年に年間シリーズ戦は毎年実施されている。また大衆クロスカントリーの年間シリーズ戦も毎年実施されている。市街地の行動から 公園の林間がまで天然ないし人口で積雪しているあらゆる場所がコースとして設定される古くは集落間の生活道路で行われておりこの形態を守りながら継続されている国際競技会がいくつか存在している路面は圧雪されコースカッターと呼ばれる器具でトラック加工がクラシカル走法によるレースではコース全般にわたりフリー奏法によるレースでは 下り坂など必要な箇所に施される。国際大会開催には国際スキー連盟、国内公式大会開催には全日本スキー連盟、それぞれのコース基準を満たし公認されていなければならない。古くから伝統的に用いられてきた双方技術のみが認められ、スケーティングによる推進は認められない。大きくすり足するようにスキーを、 左右交互に滑らせる交互滑走。左右同時についたスキーポールを指示点にしこし、背中の屈曲によって揃えたスキーを滑らせる。推進滑走。スキーを V 字状に大きく開き接面に内側エッジをかけるように左右交互に置いて坂を登る。開脚投稿、またはこれらのバリエーション的走法をコース地形や状況に応じて使い分ける。 必然的に開脚投稿を要する上り坂を除き、コースの大半がトラック内での滑走となる。双方技術に一切の制限がなく、下り坂で格好する場合を除き、事実上、コース全般をスケート滑走技術をスキーに応用したスケーティングでの滑走となる。スケーティング技術にはサイドキックの左右サイクルに対する スキーポールをつくタイミングで数種類のバリエーションがあり、コース地形や状況に応じて使い分ける。またスキーポールをつかないスケーティング技術もあり、主に格好時に加速させるときには、スキーポールを脇に抱え、ゴールスプリントなど、全力加速には、スピードスケート同様前屈して、両腕を大きく振る。出走選手が個別に一定時間差を持って、 順次スタートし、あらかじめ決められたフィニッシュ戦までに用した、滑走時間の短さで決勝する。距離は5、7.5、10、15、30、50、各キロメートルであり、大会の格式や、個別の都合により、双方とともに選択実施される。五輪、世界選手権においては、現在は、女子10キロメートル、男子15キロメートルでのみこの形式が、 採用されており、双方については、大会ごとにクラシカルとフリーを入れ替えて行われている。出走選手全員が一斉にスタートし、あらかじめ決められたフィニッシュ戦での着順で決勝する。スタートラインは、出走方向へ、切り妻形を成しており、選手の優先順位に基づき聴覚から順番に、左右へ、スタート位置を占いくらいする。距離は十、十五、三十。 50、各キロメートルであり、大会の格式や、個別の都合により、双方とともに選択実施される。五輪、世界選手権においては、現在は、女子30キロメートル、男子50キロメートルで行われており、双方については、インターバルスタートで採用されていない方の走法を、採用する。スキーマラソンとも呼ばれる。マススタート形式で行われるが、 スタートライン形状や距離に何ら規定がない。双方は大会個別に選択されるが、フリーを選択する場合においては、伝統的双方を行う参加者に配慮し、コース全般にわたり、スケーティング走者と混合しない位置に、トラックが設けられる。前半のクラシカル双方と後半のフリー双方を連続して行う。出走選手全員が前半を一斉に、スタート。 前後半の中継地点に設けられたピットボックスで機材をクラシカル用からフリー用へ交換後半のフィニッシュ着順で決勝する距離は前半後半それぞれ557.5プラス7.510101515各キロメートルであり大会の格式や個別の都合により選択実施される2013年のノルディックスキー世界選手権2014年の ソチオリンピックではパシュートに代わって実施競技に採用された。前半のクラシカル奏法と後半のフリー奏法を分割して行う。前半は出走選手が個別に一定時間差を持って順次スタートし、あらかじめ決められたフィニッシュ戦までの所要時間を計測して終了する。後半は前半の高順2者から所要時間差を持って 順次スタートし、あらかじめ決められたフィニッシュ戦での着順で決勝する。距離は、前半について、規定はなく、後半は5、7.5、10、15、各キロメートルであり、大会の格式や、個別の都合により選択実施される。1チーム構成を3名と4名のいずれか、双方をクラシカルとフリーのいずれか、大会個別に選択される。 4名の場合は2走法を取り入れることができるほか、男女混合形式もある。チーム第1走者が、全員一斉にスタートし、順次中継区間で自走者の体に触れ、責任を受け渡し、チーム最終走者のフィニッシュ着順で決勝する。1名の責任距離は2.5,3.3,5,7.5,10、3. 3 5 5 10各キロメートルであり、X と表記する。 6名の出走選手が一斉スタートし、男子では 1km から 1.8km、女子では 0.8km から 1.4km に、それぞれ設定された周回コースのフィニッシュ着順で決勝する。参加選手数が6名以上の場合には6名構成の勝ち上がり形式となり、参加選手数が30名を超える場合には、 全選手個別スタートでの予選を行い、周回所要時間の短い上位30名に絞られる。1チーム2名で構成される。4チームから5チームのスターティング選手が一斉にスタートし、周回コースを男子では 1km から 1.8km、女子では 0.8km から 1.4km となる規定周回ごとに、 パートナー選手と3回から6回の交代を繰り返し、フィニッシュ戦での着順で決勝する。参加チーム数が多い場合には勝ち上がり、形式となる。一般に入手可能でかつ国際スキー連盟が定める基準に適合していれば、いかなる機材も使用可能であるが、事実上クロスカントリーの競技性に最も適した、形態と特徴を有した。 専用機材のみが使用されている。なお、国際スキー連盟基準内で、各国個別に使用制限を設けている場合がある。競技者の身長と、同程度から1割増し程度までのものが多用される。ヘンスキーの幅は4 0ト、mm、ル強と狭く、分厚い中央部と薄い前後端の差が大きく、アーチベンドが強い。滑走面からエッジにわたって滑走性を、 最優先した素材で構成されており、エッジは、ダリングにより、大きく緩められ滑走性を損なわないようにされている。雪の質と状態により滑走面は元より構造、形状が異なる、数種類が用意される。1セットの質量は1000グラム前後と、極めて軽量である。極めて軽量である。グリップが肩の高さに対しクラシカル双方では、少し低く、 フリー走法では、少し高くなる長さのものが用いられる。ストラップは、ポール後方を押し出し時に手のひらを確保し伸びや、変形による、パワーロスを極力抑える特殊な形状となっている。バスケットは雪面に引っかからない横方にのみ、広がる形状であり、圧雪に貫入しない、最小限の大きさとなっている。石突きは小さく、先端が鋭く、 前方へ傾いている。スキーとは靴の先端部のみまたは補助的に靴底とも接続する構造であり、かかとは解放されている。競技用としては事実上にメーカーのシステムに集約されており、それぞれの専用靴底とセット運用される。両システムともに靴底先端下部に埋め込まれた金属製横軸を加えるように接続し、それを支点に、 靴の垂直方向へのスイングを可能とすると同時に、靴先上部を後方へ押し返したり、靴底を下方へ引き戻すなど、復元力が働く機構を備えている。一般的なスポーツシューズと同様に後部を紐で締める構造となっており、雪の侵入を防ぐアッパーカバーを備えている。靴底は、ビンディングシステムとセット運用する専用品である。ありがとうございます。